子100メートル平泳ぎで優勝し、表彰台で声援に応える青木、中央、左は2位の鈴木、右は3位の渡部、競泳日本選手権第3日、女子100メートル平泳ぎ、2018年4月5日東京辰巳国際水泳場、今夏のパンパシフィック選手権、辰巳とアジア大会、ジャカルタの代表選考会を兼ねて行われ、女子100メートル平泳ぎで、青木玲央樹、レオナ、23イコールミキハウスが日本記録に0秒02に迫る1分5秒90の好タイムで2連覇し、昨年の世界選手権に続く代表入りを決めた。女子100メートル背泳ぎでは小西杏奈、21イコール中京大が派遣標準記録、1分0秒08を突破する59秒62で2連覇し、主要国際大会で初の代表となった。スタートから積極的に飛び出した。ただ前だけを見て、前半50メートルを日本記録より0秒42早い30秒99のハイペースで入った青木は、後半さらに後続を突き放した。鈴木さとみ、渡辺かな子、今井るな、ルナら五輪経験者を寄せ付けず、渡部の持つ日本記録に100分の2秒に迫る1分5秒90。自己ベストを一気に0秒63更新し、出て1分6秒2から3、まさか1分5秒が出るとは思わなかった、と目を大きく見開いて驚いた。作戦は周囲を見ないことだった。もともと緊張するタイプだが、初めて出場した昨年の世界選手権では周囲を意識しすぎて自分を見失い、100メートルと200メートルともに自己ベストから大きく遅れ、準決勝で敗退。周りを気にせず、自分一人でレースしているぐらいの気持ちでした。自爆さえしなければ自信があった。持ち前のキック力を活かした自分の泳ぎに集中できたことが勝因だった。04年アテネ、08年北京五輪金メダリストの、北島康介を育てた平井典正コーチの秘蔵っ子だ。小学生で全国制覇し、中1から北島らのコーチ。合宿に同行し、英才教育を受けてきた。しかし、中学以降は伸び悩み、初めて代表入りしたのは、社会人1年目の昨季。平井コーチは、日本選手権で初めて落ち着いた泳ぎができた。時間がかかったけれど、やっと伸びてきた、と真鍋氏の成長を喜んだ。今回のタイムはリオ五輪4位、昨年の世界選手権5位相当。夏の国際大会へ向けて、まずは決勝に残って自己ベストを更新することが第一の目標です、と浮つく様子もない。7日から始まる得意の200メートルにも期待が膨らんできた。青木レオジュ、青木、レオナ、1995年。平奈奈、2月24日生まれ、東京都出身の23歳。武蔵野高東洋大卒、昨年の世界選手権は100メートル準決勝14位、200メートル準決勝10位で敗退。目標とする選手は金藤理恵、1メートル68、56キロ、代表選考方法個人種目、五輪実施は日本水泳連盟の定める派遣標準記録、過去4年間の1区に2人の世界ランキング2、0位を突破した上位2人をパンパシフィック選手権、8月、辰巳、アジア大会、8月、ジャカルタの代表に選出する。5月のジャパンオープン、辰巳も追加選考大会となる。